ラボスが攻撃モードに入る。ドラゴン戦車だ。どういうこと？ドラゴン戦車？なんで今ドラゴン戦車の回想出てきたんだ。なんだマジで。わからん。なんの。ラオス。右のパーツがエネルギーを貯めている。ドラゴン戦車ってことは頭はなんか火と天が効かなくて、あとなんだっけ。回復機構を兼ね備えてるんだよね。パーツ？左のパーツが全体回復。左のパーツが回復機構。車輪と本体だった。パワー貯めてるんだから、あれを潰さねえと、タックルが来る。止めねえと。に？反撃来るかな？気持ちだけだった。4。弱い。気持ちだけだった。これはラボスだけど、ドラゴン戦車なのよ。選択できなくなった。真ん中のラボス。ん？ラボスの攻撃モードが変化する。ガードシステム。なんだっけ、こいつ。ってことは、ピットと。なんでファイナルキックできないんだ。 MP がないんだ。ピットが回復しちゃう。このままだと ブレイクダウン。今まで戦ってきた敵だな。
エケラン。反撃があるな。さあ攻撃してみろ。そうしたらがある。エレイダスサイクロン。はあ、うわあ、首取れたけど。弱。いつの間にか。さあ、攻撃してみろ。そうしたら。体制解除早くしてくれ。はい、ファイナルキック。攻撃モードが変化する。本当に今まで戦ってきた敵が全部。ここでメンバー変えれるのかな。その時々の思い出のメンツで戦いてんなじゃん。余裕がある。ここ、あれか、橋の工房だから。まあ、いいか、帰り行こう。デルタストーン。データストーン名じゃね？大丈夫かな？あ、エオビーバスターやめろ。そっか、あいつ死ぬときにエオビーバスターしたな、そういうの。思い出した。そして、ロボットがいた気がする、この時。キッキッキッキー。カエルはいなかった気がする。思い返したらたくさんいたな。グランドリオンだ。
今の滝だ。ラボスの攻撃モードが変化する。次は何だっけこの人とりあえず電気を、うわサンダーとシャイニングじゃダメなのかな。シャイニングどうなの。聖なる魔法だからダメかな。防御力下がるかな。ちゃんと感電して防御力ダウン。よし、名前忘れちゃったけど、あのニズベールだ思い出したなんだっけなって思ってたっけど魔王じゃん。魔王はめちゃくちゃ苦戦したぞ。大丈夫か。どうしよう、魔王ぶつけようかな本当は魔王ロボカエルで戦ったけれど、魔王ぶつけよう。このメンツ大丈夫かな。回復ないぞ。マジックバリア。一応ヒールあるか。ヘルカイザー全員にマジックパリアをかけて、なんか何の攻撃がダメとかあったよな。魔王まだないかな。所定とりあえず開いてぶっ放しとく。回復した。バリアチェンジ。水技以外で回復か。今バリア陣地、この技以外で回復。魔王頼んだ。今度はお前しか撃てねえ。天と水は任せる。雨を任したわ。バリアチェンジしてなくない。もう一回ファイバーか。バリアチェンジしたくない。もう一回ファイバー。ラボスは自分を唱え出した。
ハイガしか撃てねえ。ダークマター魔王の最大暗黒魔法使えるよ俺も。全然バリアチェンジしなくなっちゃったな。実は撃てるんじゃね今。てか物理は入るか。そういやX ギずっと構えてればよかったんです。攻撃モードが変化する。どんどん変化していく。アザーラ、アザーラいるんかな。ちゃんとこれいるな。ちょっと回復ない。エーテルが絶望的にないな。ロボヨの素早さ上げてみる。もうエイラブラじゃなくてよくない。ゴールドピアスけとくかとりあえず。エリキアタック一回もやったことなかったな。やってみるか。おアザーラブレイク。聞きゃしねえ、物理を置き換え、雷を置き換えじゃどうしたらいいんだこれ。どうやって倒したっけこいつ。やばい。防御を取り、あ、今だ。今攻撃タイミングだこれ。殴れ。
スーパーエレキ覚えた。ビッグトルネード覚えた。ちょっとやりたい技増えちゃったじゃん。あ、ギガガイア。こいつ何だったっけかな。とりあえず両手は倒さんといかん。いやつかマジエーテルない。エーテルがないマジやばい。ちょっと三人技覚えちゃったからこのメンツでいくか。で左右の手を倒さんといかん。ダークプラズマ最初から。反撃されたよな確か。でもちょっとやってみたい。おすごっ。大回転蹴り。いいね。あ、待って、ちょっと待って、これやばい。ガチラボスやんけ、ちゃう。天から降り注ぐものが世界を滅ぼす。そんな痛くない。昔ほど痛くないぞ。混乱は効かねえよ。ノバーマーに守りの帽子だ。痛い。ラストリクサ一回使っとくか。ロボが一番速い。そしてビッグトルネードがめちゃくちゃ強い。コスパ多いこれ。取れた。ラボス倒したエレたち一番強い。ラボスの体内からさらに強力な生命エネルギーが感知されます。エレ負けない。まだ続きがあるなこれ。そんなあっさりいくわけないもんな。